おはようございます、こんにちは、こんばんは、パペッティア続きをやっていきましょう。はい、前回ですね、ちょっと本当に申し訳ありませんでした。まさかね、自分の声が入ってないとは思わなかったんで、一応ね、今回は一応ちゃんとマイクチェックはしてみて大丈夫だとは思うんで、まあまさか、まさかこれでまた入ってなかったら大変だよな。まあ、その時はまあ、マイク買い替えるしかないか。まあ、とりあえずね、続きをやっていきましょう。見つけたヘッド。始める。そして物語は続きます。はい。前回は確か騎士の力だっけ？月の女神が破れ、その軍隊が倒された後も反抗は続きました、うん、女神への忠誠を失わずにいた4人のヒーローたちがいたのです。ヒーロー、ほうほう。彼らは何週間もかけて計画を練り、小規模ながらも軍隊を引き、勇猛果敢に黒の城に攻め入りました。ほう。しかし帰り討ちに遭うって話？うん。進め！月の女神にあだなす者を許さ！うん。はっ！忍者。海賊？まずの上では劣勢でありましたが、彼らは必死に戦い、ついに騎士が暴虐な王と相まみえました。ほう。よくここまで来た。その勇気は称賛しよう。だがお前の盾など俺には通用しないぞ、臆病者め。ああ、反乱は鎮圧され、邪悪な魔法によってヒーローたちの力は封印されました。あらら、もはや月には暴虐な王に歯向かうことのできる者などいなくなりました。この古びた盾にはその昔無念の最後を遂げた悲劇の騎士の力が封じ込められていました。あの騎士か、懐かしいにゃ。このゴージャスな盾で黒の死を、おっと失礼、触っちまったにゃ。ちょっと触ってよかったのかな。なんかまだ解説中だったけど、っていうかまあこの猫は知ってるみたいだね、その騎士のことを。とりあえず解放してあげた方がいいのかな。じゃあ解放してみるか。よし、どうだ。おお。風太郎は騎士の力を自由自在に使えるようになりました。なるほど。お、魔女。騎士の力を手に入れたようだね、かわいこちゃん。さっさと試しな。試す。バリア、ナイトバリア。盾はどうしたの？さっさと使いな。はい、いい感じ。ああ、次行くよ、ルナクガチ。デミカッポジティオーク好きな可愛い子ちゃん。なんだ今。よしよし、いい子だね。そいつはお前がぺちゃんこに潰されでもしない限り、大きなものからの攻撃だって受け止めることができるのさ。ほう。ルナーグローブ、さあ、私の攻撃を受け止めてみな。おお。おお。今みたいに物によっては相手にダメージを与えることもあるのさ。へえ。次は盾を上に構えてみな。あ、こういうことか。それじゃ、今度は下を向いてみな。さあ次、ルナクガチ。あ、向きがあるってこと？
最大の防御は他者の攻撃を利用すること。その盾は魔法の光線を跳ね返す特注品さ。その攻撃を跳ね返し、あいつに思いっきりぶちかましてみな。ビームを跳ね返す。あんたとウィリアム・テルゴックは危険だわね。今度はちゃんと狙いな。あ、なるほどね。これが跳ね返す方向ってことか。なるほど。悪くないわね。ただこの赤くなってるのはどういうこと？よしとしましょう、うん、最後にもう一つ忠告、うん、その盾は使いすぎると脆くなるからね。たまに休ませてあげな。わかったらさっさと行くんだよ。おっと、魔女が逃げ道を用意してくれた。あの魔法の門を通って早くここから逃げ出すにゃ。よいしょよいしょ。なんかある？ああ。この三人組もちょっとした逃避行を繰り広げていましたが、うん、残念ながら幸運には恵まれていませんでした。幸運。威風堂々としたこのギロチンはムーンベア近衛が裏切り者を部品に戻すために用意したものでした。なるほど。あいつらみたいになりたくないな。用心するんだな。ああ。ヘッドを守りたければヘッドを使うな。完璧な守りなんて似合いないさ。目ん玉を見開きよく探せば突破口がある。よいしょ。うん、うわ、近づいてきた。よし、あと1回か。うん、よし、いいところに目をつけたな。よし、あれ？これはなんだ？ギロチンヘッド。おお、なんか。ここも壊せそうだけどね。なんだ、ギロシンヘッド。ああ、何もない。お、危ない危ない。あとは、あ、下も特になります。じゃ行くか。クータロ、早く登ってくるにゃ。機械何事にゃ。魔法の門が持っていかれたにゃ。魔法、おっと、そうにゃ。王の新しい監視装置が先週この辺りに設置されたばかりにゃ。あ、痛い。よし、痛い。これ、あ、光ってるやつに当てればいいってことか。なるほどなるほど。にしても、いった。
よいしょ。あと1個。よし。あった。あ。ちょっと待って、鍵ヘッドってなんだ。鍵ヘッドどっかある。ずっとこれは敵が出てくるだけ？ミスタージャグラー、その鍵ヘッドっていうのが分かんないんだけど。他に？まあいいよ、じゃあ行くか。魔法の門はここで手入れていました。クータロは嫌な予感がして仕方がありません。なんかいるぞ。見つけたぞ、盗人め。よいしょ。あ、これあのタイガーか、あのトラ。いまいましいダニめ。おお、ガリバスから魔法が溢れ出した。お、タイガーの手に一発お見舞いしてやるね。よいしょ、よいしょ。お、この痛み忘れんからな、覚えておけ。ああ、ここは囚人島の最上部にゃ。魔法の門もなくなったし、どうしたもんかにゃ。そういや、太陽の姫君が捕まってたね。ああ、なんかいたね。盾を休ませろって魔女が言ってたにゃ。ああ、言ってたね。言ってたけど。他には？おうおう。よし、行くぞ。どう登れ。なんかいるね。よし。サーチライト照らされたら面倒なことになりそうだね。ああ、猫はいいのか。おお。
よいしょまあこんなもん。よいしょ。これは？あ、ギロチンヘッドか。さっきからこの真ん中が気になるんだけど。他には？何もない。なんか音楽が壮大なんだけど。まあいいや、とりあえず進もう。こっちには行けない感じか、左には。よいしょ。なんか気になるけどな、ここら辺。何が触れて何が触れないのかが分かんない。盾から伝わる騎士の魂のせいでしょうか。うん、クー太郎は囚われた姫君を救うという使命に燃えていました。やれやれ、本当に姫君を救うつもりなのにゃ。お、やばい、痛い。ああ、ギロチンヘッドが。っていうかさ、ちょっとボタン押し間違えやすいんだけど、これどういうこと。おりゃ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。あんた、うちを助けに来てくれた騎士様だ。はよここから出してや。クー太郎、外れだ。あれは太陽の姫君じゃない。せいぜいお月の侍女だろうにゃ。クー太郎も落胆していました。しかし騎士の魂はか弱き者を見捨てることなどできません。とりあえず牛、なんか牛のマークがあるけど大丈夫かな。おお、なんか崩れ。あ、助ける相手が太陽の姫なら様になるのにね。文句を言っても仕方ありません。ある程度我慢しましょう。はい、助けてよ。痛い。あ、なるほど。休ませないとダメってこと。いや、これは厳しい。よいしょ。あ、いった。回復スピードが遅すぎる。でさ、その
痛い。それはないだろう。しょうがない。よし。なんや、しょうもないやつや思ったら、カイバスの月の騎士の盾かいな。あんた、太陽の姫を助けに来た勇者やったやな。お？それにしてはえらい小さいけど、ま、礼言うとくわ。お気に感謝してるで。おう。おっと、これから一波乱起きそうにゃ。マジっすか。くっと。うん。いや、くっ。タイガー。タイガーが自慢げに見せつけてる牙を見るにゃ。あれがムーンストーンのかけらにゃ。あのかけらで虫歯治療するまではただの弱虫野郎だったにゃ。なんすか。ああ、そういうことか。電柱にゃ。我が輩は飛べるから安全だけどにゃ。お前さんもポーンと飛んでみるね。痛い。そう。ジャンプ。あ、なるほどなるほど。ナイトバリアしないといけないってことね。ジャンプ。開いた。ボタン押し間違えた。これか。よいしょ。お前などこの牙の餌食にしてくれるわ。はいはい。痛い。よいしょよいしょ。あ、ボタン押し間違えたか。失敗は成功だね。はい、ちゃんと出る。よいしょ。トゲトゲ毛玉、こいつは痛そうにゃ。怯えるがいい。いや別に。飲み込むより先に噛み砕いてやる。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お、なんだ。お。あ、なるほど。やめろ、君め。よいしょ。牙を。二度と我が牙に触れるでない。にゃお。ああ。ふわふわで気持ちよさそうだね。痛い。お、痛い。待って待って待って。よし、やっぱりね、そういうことか。
いや。か、あれ？顔が真っ赤になってきてるけど、大丈夫か？よいしょ。うっす。よいしょ。じゃあ次はこっち。よし、行くぞ。上がれ。よし。あとあれか。痛いんだ。やめてくれ。お。とどめ？どっちだ、どっちだ。押し間違いがあれだな。パツ四角連打しない方がいいなこれ。パツ、よいしょ。四角、よし。おお。おお。なんやねなんやね。お前冗談ちゃうわ。よだれでベトベトやんか。ようや、うちをこないなのに合わせてくれたな。結構力持ち。何さ言ったっけ。風太郎。風太郎か。おおきに。うちはピカリナや。ピカリナ。ネギに何かけて礼を言うわ。おお、なんだ。ムーンストーンのかけらを手に入れたのかい。お手柄だよ。私の見込んだ通りだ。じゃあこれからの作戦を練ろうじゃないか。なんだよあんたは。姫君の次女かい。太陽の姫はどこだい。そないなこと答える筋合いないわ。大体なあんたこそパニコンやで。話はあとさっさと逃げるよ。逃げるが勝ち。俺のハサミを返せ。ここは俺の土だ。逃げ隠れできると思うな。絶対にお前を見つけ出してやるぞ。あー、なるほどね。結局魔女自体は特に抜歯治療完了。歯抜いたことってあったっけな。カリバスと共に恐ろしい怪物を倒し、閉じ込められていた子供たちの魂を救うことに成功したのでした。クータローに助け出された魂が地球へ帰っていきます。でもそんなに助けられてなかったみたいだね。おう、ボーナスステージチャレンジがトップメニューに追加されました。発見したボーナスステージはする。ああ。ヘッドコレクション、トップメニューへ追加されました。獲得したヘッドにまつわるエピソードやヘッドアクションを見ることができます。絵本がトップメニューに追加。なんかここら辺はボーナス系だね。偽りの森。なるほど。ということでね、一応今回タイガーを倒せたということで、一応なんか一番の側近っぽかったけど、それがもうこの場、この話で倒せたっていうことは、いやまあ復活してまあ来る可能性もあるっちゃあるか。まあ今回はね、じゃあこの辺にしておきましょう。ではまた次回、お楽しみに。それではお疲れ様でした。